皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのやすんです。今回のテーマはこちらになります。ブチ切れのツッツキの感覚を覚えるためのおすすめの練習法っていうのをやっていきたいと思います。で、まあ、そのブチ切れのツッツキっていうことなんですけど、まあ、必要なのはまず切る感覚、回転をキュッてかける感覚と、あともう一個ですね、そのツッツく時のスイングスピード、まあ、ここを速くすることで、あのより強い回転、そう切る感覚っていうのを増幅させていくっていう感じですね。で練習していきたいと思います。はい、まあ、この両方を同時に鍛えていくような練習をやっていきます。はい、まず一つ目の練習なんですけど、長い上回転、まあ、その思いっきりかけなくてもいいので、ポーンって普通にロングサーブをポーンって出してもらって、それをキュッて切る練習ですね。これをやっていきたいと思います。で普通上回転ってつっついたらポヨーンって浮くと思うんですけど、なるべく浮かないようにここを早くキュッて切るイメージですね。まあ、そのラケットの角度的にはまあ45度ぐらい、ちょっと縦気味の角度でキュッと切るイメージですね。こういう角度で練習をしてください。まあ、その切るっていうと結構ボールの底をグッて取りに行こうとする方多いんですけど、さすがにこれだとポワンって浮いてしまうので、まあ、ちょっと縦気味でガツッと切る、まあ、そのラケットチョップするようなイメージでしっかり振っていただく。でここでスイングスピード遅いと切れないしボールが飛んでいっちゃうので、ここで薄くなるべくガツッて切れるようにしっかりと繰り返し練習をしてほしいと思います。次2つ目の練習は、ちょっと高いループをキュッてかかってきたループをしっかり切る練習ですね。これをやってほしいと思います。はい、まあ、このループを切るっていうことで、まあ、さっきよりも回転量が多い球をもっと強い回転で潰しに行くっていう感覚を養ってください。これもかなりスイングスピード必要になってきます。あとはそのループっていうのは、タイミングを取るのがちょっと難しい、まあ、あとポジション調整とかもちょっと難しくなってくるので、いち早くポジションに入ってタイミング見計らって自分のスイングで思いっきり回転をかけてループの上回転を潰しに行く、回転の力で潰しに行くっていうような練習ですね。はい、これをここまでいけばもう相当この切る感覚っていうのはもう養われて、切ってスイングスピードを速くするっていう感覚はめちゃくちゃ養われてる状態ですね。はい、で3つ目の練習では実際に下回転系、カットサーブ系に対して切るっていう練習をやっていきます。まあ、この時はですね、あのラケットの角度先ほどと同じだとちょっと落ちやすいので、ちょっと上向き気味で、ブツって切るっていうのをやっていきます。で、まあ、上を向けるんですけど、スイングの力の入れ方、このチョップしてカッて切るようなあのループとかをガツンって切ってたやつを単純にラケット角度を変えてそのままブツンって切るようなイメージですね。こういうイメージで切る練習をしていきます。まあ、ここで同じような力の入れ方、スイングのこうやり方で、球の触り方ですね、ボールを薄くプツって切るようなイメージをそのまま2番までの練習のまま保っていただいて、まあ、ラケットの角度だけ変えて練習するっていうようなイメージです。まあ、これが同じ感覚でできたら
相当切れるようになるので、まあ、単純にもう切る力がアップしている状態っていうのを確認して、まあ、実際に台に入るように練習していただくっていうような感じですね。はい。まあ、こういった練習ですね、まあ、上回転をつっつくって普段あんまりやらないことなんですけど、こういった極端なところから感覚をつかんでいただくと、すごい切る感覚とスイングスピードで養えるかなと思いますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画、卓球が楽しくなる動画、たくさん頑張って作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。